あるね。うん。あらら、もう粘土が少ししかねえな。サソリの旦那の言った通り、準備不足だったね、これ。どうした？粘土遊びはネタ切れか？オイラの芸術を粘土遊びだと？やっぱ里を壊そう。ピャクラ C3 を練り込んだ爆発力が自慢の芸術大作、オイラのお箱でな。なんだと？お前の無表情も見飽きたんだよ。里が吹き飛んだらどんな顔するんだ？ああ？なかなか芸術的なデザインしてんじゃねえか、てめえの里も。まさに壊しがいがあるってもんだ。貴様。そうはさせない。サバクロ。砂漠級。終わりだ。てめえがな。はい、射程圏。せえぞ、待たせんなっつったろ。結構強かったんだこいつが。だからもっとちゃんと準備しとけと言ったんだ。そう言うなよ、サソリの旦那。ぼちぼち引き上げるぞ。行くつもりだ。勝手な行動は許さんぞ。さっきの爆発音気になるじゃん。おまけにガラの姿も見えねえ。きっとガラの身に何か起きたんだ。ガラか。いやしかし、この惨状を考えれば。いくら止めたって無駄だぜ。俺はガーラを探しに行く。ダメだ。相手の正体もわからないまま危険すぎる。だからってガーラをほっとけってのか。聞けねえな。俺は行くぜ。はい。お前だけではどうにもならん。いいか、絶対に手を出すな。クロのやつ。しかし嫌な予感がする。何かが起こり始めている。ここだ。
ここだ。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 渡されるのも好きじゃねえからな。すぐに終わらせる。